佐々木氏は世間が言うほど全然ひどくない。まあ世間はどういう風に言ってるかっていうのもちょっとわかんないけど、森保さんは戦術的に場所ねえだろっていうのと、サイドバックもセンターバックもフォーバックだと厳しいし、スーバックやんないでしょ。ってで、そもそもあの他にもいい選手いるじゃんみたいな。佐々木は悪くないのに佐々木を言わなきゃいけない状況に陥れてるみたいな。